お待たせいたしました。市民球場です。読売ジャイアンツ対千葉ロッテマリーンズ、この試合の模様をお送りいたします。ジャイアンツの先発はベテラン山口、対するマリーンズの先発は右の種市。この両投手の先発が発表されています。さあ間もなくプレイボールです。ジャイアンツピッチャーを変えてきました。山口降板、右の花田今日2番手としてマウンドに上がります。マリーンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。マリーンズリードで迎える8回です。先ほどヒットを放っている井上、初球空振り、タイミング合いません。投げました、ストライク。これで追い込みました。第3球アウトコース、ボール。次は4球目、投げました、フォークボール、見逃し三振。バッターは DH の角中。第1球投げました、アウトローを見送ってストライク。第2球投げました、打った、破った、角中ナイスバッティングです。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。右バッターボックスは3番田村、背番号22。第9投げました、打った、当たり損ない、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。8回の表が終わって1対0、マリーンズ得点差はわずかに1点です。ジャイアンツ1点差に届かず敗れました。本日の試合はマリーンズが勝ちました。勝利投手種市、敗戦投手山口、西武小沼でございます。さて今日のヒーローは勝利投手の種市、本当に今日は大活躍でした。